イアス。シューティングゲームというと、マシン同士のぶつかり合いが基本で、メカメカしいものがデフォルトでしたが、本作はその常識を打ち壊し、深海魚をはじめとした水生生物を、モデルとしたメカと生物の、中間的な存在でした。その独特のデザインは、誰も見たことがない、異星からやってきた宇宙戦艦を、納得の形で再現したと言えるでしょう。デザイン以外にもゾーンセレクト、と呼ばれるステージ選択システムによる、26ステージとボス11体という、とてつもないボリュームも合わせて、シューティングゲームの完成形と、言っても過言ではない作品です。システム的には極めてオーソドックスな、作りとなっていますが、それでも圧倒的なボリュームと、当時高難度が過ぎた同ジャンルにおいては、比較的優しい難易度で、大人気を博しました。今かでプレイするのも悪くはないですが、やっぱりゲーセンの3画面で遊びたいですよね。今はテレビが大きくなったとはいえ、迫力が全然違います。あと最後に言わせてください。マジで BGM は神です。忍者くん、アシュラのショウ。同社の人気作品。忍者くん、魔女の冒険の続編となる本作は、前作から大きくタワーアップし、三角飛びや壁登りといった、アクロバティックな技術を習得し、より忍者らしいアクションが、可能になりました。ステージをクリアすることで、得られる様々な武器を、臨機応変に切り替えていくシステムは、前作では手裏剣しか使えなかった、忍者くんの戦いに、大きなバリエーションを与えてくれます。また、前作で好評だった、手裏剣による飛び道具の相殺や、倒した敵に再度攻撃することで、得られるボーナス得点など、好評な要素はそのままに、純粋にパワーアップした、作品と言えるでしょう。一方で、アクションが増えたことによる、操作の煩雑さと、難易度の上昇も目につきます。前作のシンプルさが、良かった人には、ちょっと厳しいかもしれませんね。以前 UPL の特集動画を、出したのもあるかもしれませんが、UPL の作品見ると、なんか寂しいですね。ダブルドラゴン、ファイナルファイト初表以前、ベルトスクロールアクションといえば、クニオくんシリーズが有名ですが、本作はクニオくんシリーズの流れを組んでいると言えます。とはいえ、舞台はアメリカ、カンフー道場の双子の兄弟である、ビリーとジミーが、友人のマリアンを救出するため、暴力組織である、ブラック・ウォーリアーズに、戦いを挑む、というストーリーとなっています。二人同時プレイ可能。攻撃は単純なパンチキックに止まらず、様々なアクションが可能。さらに落ちている武器を拾って、使用できるといった、クニオくんシリーズのノウハウを、フルで活かしているゲームです。そして本作のダブルドラゴン、後にクニオくんたちのライバルとなる、龍一、龍二の双子の兄弟もまた、ダブルドラゴンと呼ばれ、彼らが登場する際には、本作の BGM が流れるという、セルフパロディが行われるほど、関わりの深い作品と、なっています。このゲームの肝は肘ですわら。
ストリートファイター。ゲームセンターでスト2が人気作品として、長蛇の列ができ始めた頃、結構な割合の人が思ったことが、にってどういうことだ?ということではないでしょうか。その幻、というほどでもない、一作目が、本作となります。自分はゲーセンで、プレイしたことが何回かあったので、知っていましたが、結構知らない人多いみたいですね。これボタンがでかくて、その頃は子供だったので、力いっぱいボタンを叩いていたので、手が痛くなった記憶があります。対戦格闘ゲーム自体はそれこそ、ファミコンのアーバンチャンピオンの時代からありましたが、最大の特徴はコマンド入力で、出すことができる必殺技でしょう。今でこそ複雑なコマンド入力は、ゲーマーならお手の物でしょうが、当時は波動拳コマンドすら難しく、出すのにだいぶ苦労しましたが、必殺技の名に恥じない文字通りの、必殺技でした。ちなみにコマンドはすべて秘密とされ、自分で探し出す必要がありました。しかし本作独自の最大の特徴は、コマンド入力でもなく、パンチ、キックボタンが、実際に叩いた威力で弱中強が、決定されるというストロングスタイルな、仕様ではないでしょうか。大きなボタンをフルパワーで叩く、プレイヤーこそが、ストリートファイターといった感じでした。サガットがラスボスなんですが、これが鬼のように強くて、タイガーショットや必殺技が当たると、めちゃくちゃ体力が減るんです。この頃のサガットが最強ですわら。そういえば、後に6ボタンのやつもありましたよね。R タイプ、アイレム社切っての、人気シューティングシリーズである、R タイプシリーズの、記念すべき第一作目が、本作となります。着脱自在で武器にも盾にもなる、万能装備のフォースや、ショットボタンを押し込んで、溜めて放つ波動砲、そして宿敵バイド帝国率いる敵軍は、これまでのシューティングといえば、メカメカしい敵が多かったという常識を、覆す生物的なものばかり、とうなど、新たなシステム、取り組みが、多数取り入れられたゲームです。シューティングといえば敵の配置などを、覚えて挑むという概念も、本作から始まったと言えます。ちなみに本シリーズといえば、後のシミュレーション版等でも、語られた磁気乗組員の悲劇的な設定や、バイド帝国の救われない裏設定が、非常に有名ですが、本作の時点では敵である、バイド帝国をやっつけるという、非常にシンプルな作品です。熱血高校ドッジボール部。前作、熱血硬派にて、正義の不良として、ヤンキーやヤクザと、大立ち回りを演じた、国尾くん。実は高校生活においては、不良なのに、部活動に勤しむ、優良健康子だったようで、今作では、ドッジボール部としての、活動を見ることができます。しかしこのドッジボール、一般的な同ゲームと違い、相手にボールをぶつけ、体力をゼロにしたら勝利という、非常なフルコンタクトルールで、開催されています。最初こそ、前作の中ボスだった、力の通う花園コウコウとの対戦ですが、その後は全国大会を飛ばして、突如の国際大会となり、イギリスやアイスランド、果てはアメリカと、世界の強豪と、ボールをぶつけ合う、羽目になります。操作性こそ良いものの、
我らが熱血高校は、国を食う以外非常に貧弱で、難易度はかなり高くなっており、ファミコン版を知っている人からすると、かなりシビアなゲームとなるでしょう。レインボーアイランド、名作バブルボブルの続編で、怪獣から人間に戻ったバビーとボビーが、レインボーアイランドの人々を助け、ダイヤモンドロッドを求めて冒険します。メルヘンな可愛い世界なのに、アクションとしてもしっかりしていて、BGM も耳に残るサウンドで、ついつい口ずさんでしまうぐらい、やり込みました。しかも隠し要素がたくさんあって、敵の倒し方で取れるアイテムを集めて、隠し部屋に入ってさらに、必要なアイテムを手に入れないと、真のエンディングに行けませんでした。あるかの井戸、や、ダライアス、などの、ステージもあってゲーム好きには、たまらない魅力ですね。メイン BGM が海外の映画の曲をモチーフと、したために後の移植の際には、別の BGM に差し替えられていて、非常に残念でした。見た目は子供向けっぽくて、簡単そうに見えますが、結構難しく、当時自分の周りには、クリアした人はいなかったです。ワンダーボーイ、モンスターランド。ワンダーボーイの続編です。前作とはシステムが結構変わっており、非常に面白い作品となっています。今作はアクションに RPG 要素を加えて、お金の概念が取り入れられました。ファンタジーゾーンもそうでしたが、なんかお金でアイテム買うっていうのが、当時は斬新で面白かったです。ゲームの目的は、悪の化身のドラゴンを倒すこと。各ステージにはボスがおり、きちんとお金を貯めて、装備をタワーアップしないと、大苦戦をするので注意です。最初の装備は盾を買うことをおすすめします。違うものを買ってしまうと、個人的には結構難しくなってしまう、イメージですね。この作品はいろいろな機種に移植されており、個人的には PC エンジン版のビックリマンワールドがお気に入りでした。ギャラガ88、ギャラガの正式な続編になります。同シリーズに、ギャプラスというのがあり、そちらは上下にも移動できたり、敵を捕獲しオプション代わりにするなどの、新要素が導入されてましたが、本作ではそれらの要素はカットされ、初代ギャラガに近い先祖返りをしています。磁気形態が3種類になりました。
初代と同じデュアルファイターに加えて、トリプルファイターが登場。本作ではデュアルファイター時にも、捕獲されるようになっていて、それを救出することで、トリプルファイターになれます。3発のショットを出せますが、やられ判定はデュアルと一緒です。他にも難易度の調整が可能になりました。特定のステージで出現する青カプセルを2つ取れば高難易度へ突入し、1つ以下だと難易度が抑えられます。当時はギャラガヤギャプラスに相当ハマっていたので、このゲームももちろんハマりました。やっぱ合体が魅力的ですよね。初めてプレイしたのは PC エンジン版だったかな。1943ミッドウェー海戦。好評を得た前作に引き続き、開発された本作は、大日本帝国海軍の奇襲によって、被弾した空母ヨークタウンから、前作と同期の T-38 ライトニングが、単身攻め込むというストーリー、となっており、前作同様にアメリカ軍として、大日本帝国海軍に立ち向かいます。ステージは前回の半分の16となりましたが、空中戦の他にも艦隊戦が追加され、前作以上にバリエーションに富んだステージ構成となっています。また、一発で即死していた前回に対して、今回はライフ制となっており、ステージ15までは比較的難易度も抑えられていると言えるでしょう。また、待望の 2P 同時プレイも、可能となりました。一方でラスボスのヤマトの強さは、15ステージまでと比較して、桁外れの強さとなっており、さらにコンティニュー、2P の途中参加も、不可能という難易度となっています。ちなみにまだネトウヨなんて名前のなかった、当時でも米軍としてヤマトを撃沈する本作は、やや不評を買ったようです。しかできない。